えー、こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、変拍子のコツっていうお話をやっていきたいと思います。結構変拍子の質問ってちょいちょいありまして、まあ苦手な人、僕も最初すっごい苦手でしたね。前もあのエピソードで喋ってると思いますが、えー、本田ン之さんの丸、えー、ルの女でもうひっくり返って以来も、まあ、しばらくこう変拍子嫌いになっていたりとかしてですね。あのー、ただまあやっぱり、 うまくできるようになると、ああ、変拍子って面白いなと思うので、なんでそういうことをするのかっていう話ですね。変拍子の、まあ、コツとしては、全部変拍子っていうのは2と3の組み合わせなんですよ。偶数と奇数の組み合わせでしかないですね。で3の通り抜き方がポイントで、で切り替えの順番を気をつければうまくできるようになりますよ。なんで変拍子をするのかっていうお話を、まあ、僕なりの考察でやっていきたいと思います。それでは始めていきましょう。

えー、というふうになります。で、基本は、えっ、ー、と、組み合わせとしては、まあ4、4たす3は2じゃないかと言われてるか二2、2、3って考えてもらえばいいですが、えっ、ー、と、基本はでもま、こう、パルスとしては4たす3で考えると、前半が長くて後半が短い方が安定しているので、こっちがものすごく圧倒的に多いですよ。なので、えっ、ー、と、ダンダン、ダンダン,ダンもそうだし、えっ、ー、と、7拍子もそうだし、みたいな。基本は、まあ、 世の中で聞く変拍子の中のほとんどは前半が長くて後半が短いだね。だから、グループするときもそうだけど、すねをこう溜めると、前が長くなって後ろが短くなると安定して聞こえるし、ゆったり聞こえるんですね。なので、前が長くて後ろが短いっていうパルスが人間はすごくこう、あの、聞きやすいってことですね。たあえて逆をやることもあるんですよ。あの、例えばですね、椿姫のですね、えー、っと、私あの、オペラ大好きなんで、 えっと、第2幕のアルフレードがやってくるときにですね、シャカダ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 カっていうところのフレーズがあるんですけど、あれ、あの、焦った感じで聞こえさせるために前半を短く演奏するバンドがあって、ダガ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 ダ まあ、今日は怒ってやってくるのをドキドキして待ってるっていうのを表現するのは最高じゃないですか、みたいな。だから、何が間違いではなくて、どうやって使ってるかの方が大事なんですね。で、あえて逆やってるものもあって、ジョシュア・レッドマンのこのエラスティックをこのライブ見に行ったんですけど、あ名古屋、もう、今はなき、名古屋ブルーノートですけど、見に行ってですね、印象的だったのは、ジョシュア・レッドマンがですね、こう、ルーパーって言って、こう、自分が吹いたやつをこう、繰り返すためのこの機械がずっとうまくいかなくてですね、えっ、ー、と、 曲のイントロだけで10分ぐらいかかっててですね、ちょっとおかしかったなっていうのが面白かった思い出がありますが、えっと、その、そのちょうどそのアルバムのエラスティックってこう伸ばすっていう意味なんですけど、その、そのアルバムのステルプシンザツロッティクっていう曲があるんですよ。この曲は、えっと、3、4の7拍子になってます。ダン、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 みたいな。ちょっと変な感じ。すごいテンポも速いしね。だけど、いかにこう、 不自然な感じを自然に引き返させるかっていう、要はチャレンジをしてるわけですね。そういうふうに考えると別に何をやってもおかしくはない。だから音楽に絶対はないっていうふうに僕は思います。3の取り抜けがポイントですね。3は1.5,1.5の2拍で撮るってことです。2拍子で撮るわけです。だから、1、2、3、1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、4、1、2、3ってやると、ちょっとこう、 チグハグになるので、1,2,3,4, 1,2,1,2,3,4,1,2,3,4, まあ、その、長さの違う4拍子。前半は長い拍子で、後半は短い拍子の2と2みたいな感じでフォー、ワン1,2,3,4,1,2,3,4,5拍子は、ダン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 ,ダン,ダンダ、前が長い1.5拍、1.5拍、1拍、1拍、みたいな。 前半長くて後半が短いっていうのが、やっぱりこう、ゆったり聞こえるっことですね。なので、二拍子ということですね。で、二拍子の割り方は三種類あるんですよ。ワン、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、タン、ターン、ターン、タ,ーン,ターン、歌ー、タ、歌ー、タ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 っていう、最後の三個目がややこしい。三の裏から入るやつなんですが、これはまたちょっと特集でやります。なので、そこを上手くなれば、すごくこう、えー、通り抜け方が上手くなると思います。 ワルツが上手くなれば変拍子は上手くなるので、僕はあの、ワルツっていうのは早い段階で覚えた方がいいと思うんですね。なので、ワルツを、えー、しっかり練習しましょう。はい。あとはどんな難しい曲でも切り替えの順番を気をつければ上手くいきます。なので、えー、複雑でも2と3の切り替えどこで出てくるかを、こう、この曲でメロディーに対して感じれるようになるとで,できるんですね。えー、まあこれ、 ちょいちょい質問があるんですよファーストサークルですね。これ僕も大好きな曲なんで、もうほぼほぼアンプしてますけど、この323223322を、え、もう、ここを通り抜けるので、これ、まあ確かにこうやって感じてるのはあるんだけど、大きく捉えなきゃいけないので、前半は、ツタタタツ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 タ。 最後だけ短い感じ。だから、ここだけだと、ずったったずったずったったずったずったってちょうど戻れるんですよ。なので、3232でしょ ?3232 で足す。12だからね。3十2でちょうど4の三拍で考えてるわけ。で、ここは、44ずったったず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 ったっていう風になるので、最後、442になるのかなっていう風に考えます。332で、ここで44で考えるからね。この2が反端になるって考えるんですよ。だから、 大きく4拍子で捉えるところをうまく探すっていう風な感じで考えるといいかなと。これまたその曲でちょっとやりたいと思います。えー、まあ、切り替えがメンバーと違う面白さがあるんですよ。これだ、じゃあ、えっ、ー、と、メンバーはこうやって撮ってて、自分はこうやって撮ってたら、すごくこう、なんていうのかな、こうちょっと違う。けど、ポイントポイントは合う。要こう,こういう,こう切れ目のところがぴったり合うから、すごくアンサンブル感があるのに、離れたりくっついたりするみたいな。4拍子って、まあ、ともするとずっとくっついちゃうんですよ。 ところが、普通に進んでるだけでずれていくのが面白いみたいな。だから4分子の時は3拍フレーズって皆さんよくやると思うんですけど、それは4だけだと面白くないから自分が3側に行ってずれて戻してくるっていうのをしょっちゅうやるんですね。でないとフレーズがずっとべったりくっついた感じになっちゃうから、あつまんなくなるから。だから、こう、表紙を自分が変えるってことをやるんだけど、変えなくても勝手にこう、 この割り方を変えるだけで相手との距離をすごくうまくうコントロールしやすくなるっていうことですね。っていう感じでなんでやるのかっていう理由の一つでもあるのかなと思います。はい、なぜ変択肢をするのかシンコペーションと感じるポイントが切り替わるので面白い。さっきやったみたいなズっタッタッズッタッズっタずズたタっズタっ,っ,っ,ってやるともうこっちは普通にホーンって撮ってるのに向こうはこういう風になってるわけじゃないですか。なのでめちゃくちゃ面白いわけですよ。なので、まあ、えー、メンバーが をこう、メンバーがアップする音と、こっちがダウンしてる音が、こう、ピタってあったりとかするのが、まあ結構面白いんですよ。そういう意味ではね。だからね、軸がちょっとねじ曲がった感じに僕は聞こえてるんですね。人と違った演奏になりやすいってことですよ。あの、ジャズっていうのは、いかに他人と違うかっていうところはやっぱ競い部分がやっぱあるので、変拍子、例えば普通の、 曲でも変拍子で、どの曲でも3拍子と4拍子とか全然自由にできるので、そういう意味ではすぐ変拍子にすることができるんで、なれるのね。そしたら人と違った演奏になりやすい。普通4拍子よりも7拍子にするだけでも全然違って聞こえるからね。っていうことですね。4拍子だとどうしても同じ感じになりやすいから、だから変拍子にすると、まあ、普通に人と違った演奏になるし、人と違ったアプローチがやりやすいということですね。でまあ、これは僕の考え方ですけど、マーク・シャガールの僕、 誕生日という絵なんですけど、これね、ここのデッサンが、まあ、セザンヌとかの考え方と一緒なんですけど、セザンヌってリンゴをこう描くときに、あっちこっちから見たリンゴをこうキャンバスで埋め尽くすみたいな考え方をするんですね。で、そこから始まって、要はピカソとか、えー、マティスとかがこういうのをこうやっていくんですけど、こう上から見たものをこうやって、これって普通、普通だったらこう、 上の机の上のものほぼほぼこのやつだったら見えないわけじゃないですか。こうやって軸をねじ曲げることによって、ものすごくこう空間が広く感じるというか、なんかこう、なんていうのが、下に引いてるはずのものもここにあったり、まあこれは本当にそういう,ふうにかけてるのかもしれないけどね。で、こう、こう、こういう、なんじゃそれって思うけど、すごくインパクトがあって、なんかこう感情を伝えること、この絵を見て何を感じるから。 絵が美しくて写実的であるかどうかよりも、これを見て何を感じるかってことが主体になってるので、音楽もそうで、これを見て何を感じてくれるかっていうところで考えると、要は、なんかこう、相手の心に残りやすいかなでも逆に残りにくいのかなって思ったりしますけどね。変拍子だとね。ということでございますね。はい。えー、まとめると僕は変拍子が好きです。えー、まあ、嫌いな人は嫌いでしょう。 でも、あの、こういう変拍子が好きなんで、だからやるんですよっていうお話ですね。変拍子は気持ちいいですね。もう全部変拍子バンドも、まあよくやりましたけど、最近はやっぱり4拍子で、普通な曲を、ゆっくりの4ビートなんかが、こう、めちゃくちゃ好きですね。でも、ゆっくりの4ビートを、こう、いろんなアプローチでできるようにするために変拍子やるっていうふうには、ブラッドメルドーさんは言って見えたので、本当にそうだなって思ったりします。というわけでえ、変拍子のコツでございました。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。 今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。 ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典も付いておりますので、ぜひご検討ください。それでは、今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和之チャンネルでした。